はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室 YouTube パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回のテーマじゃないな。紹介するのはこちら。じゃじゃん。はい、各絵に花束を、イエーイ。はい、ということでね、大和田秀樹先生の、政治漫画ですね。政治家の、田中角栄さんの、まあ、半生を描いた、漫画になっております。いやー、コンビニ行ったらさ、このコミックが出ててびっくりした。少し前にね、池田隼人でよかったね。が、とかね、あのあたりの、政治家の名前がすぐ出てこないや。人たちの、GHQ、戦後の日本をどう復興していったのかとかいう、その辺の話をね、書かれていたのが、漫画があって、で、まあ、その後ね、途中で急に終わったんですよね。多分、途中から近代の話になってね、もう歴史じゃなくて近代の話で、ちょっとね、コミカルに描くには厳しくなったからかの、わかんないですけど、そこでちょっと話が終わったんですけど、今回はね、途中のその田中角栄のお話になってますね。戦中かな?で、戦後にかけての話になってくると思うんですけれど、まあ、正直な話、私はね、そんなに政治詳しくないし、歴史も強くはないんですけれど、まあ、それでもね、田中角栄とかね、さっき言った池田隼人とかね、あの辺はまあ知ってるわけですよ。名前だけ。で、まあ、なんていうのかな。いい言い方が悪い言い方がわからないですけど、正直、いい印象があまりない。まあ私たちのね、まあ今だったらインターネットがあって、こういう悪いことがあるっていうと、いや、こういういい面もあるんだよっていう、大体両方がネットで出てくるじゃないですか。いい面、悪い面ね。まあ人間なんだからあるのは当たり前っていう話なんですけど。まあ私が幼少期の頃だとね、結構悪い話が多く目立っていた、時代の人だったかなっていうのは個人的に思います。まあね、まあ昔だとよく言うのは自分の田舎に、政治家だったら土建屋でこう、作ってどうちゃらってのはよくある話っていう話でね。で、大体それを言う人は、その地方じゃない人なんですよね。いやー、でもね、実際にね、自分に恩恵があるとああいうのって悪く言えないよね。っていう話ですね。うちも広島の田舎でね、祖父母が住んでるところが島なんですけどね、立派な橋がね、かかってるんですよ。もうね、こんなクソ田舎にこんな橋いらねえだろうっていう立派な橋がかかってるんですけど、まあそれもなんか地元民の人が、国政に出られたのかな。まあ出られたからかかったとは言う、みんな言ってるんですけど、本当かどうかわかんないですけどね。まあそれがきっかけの一つだったのかわかんないですけど、お金が入ってね、橋がかかったんですけれどもね。まあ多分ね、使わない他のね、ところの人から見たら、まあ無駄な国費かけたなって思われると思います。でもね、いい面があるんですよ。その橋一つかかっただけでね、無依存じゃなくなったんですよ。なのでね、なかなか私もね、まあそれも私も聞いたのが、大学生になってからね、そういう話を聞いたので、まあ飲み込める年にはなってたんですけど。で、まあ、田中角栄さん。新潟ですね。新潟出身でね、まあ、いろいろ道路通したりとかいろいろされた方なんですけれども。いやー、面白かった。正直な話、なんか、やっぱり、ウィキペディアとかね、後々調べさせていただくと、やっぱお金の使い方がやっぱ昔、今ではそんな使い方したらね、確実にアウトなしく、まあその時代のお金の使い方があった人なんですけれどもね、まあさすがって感じでしたね、読んでて。いや、なんていうのかな、さすがというかね、すげえな、さすがだな、すげえなっていう感じの、どこまで本当か知らないですけどね、もちろんコミカルに描いてる部分がすごくあると思うんですけれど、まあご本人はね、小卒だと小学校しか出ていないと俺は。で、まあそれでね、官僚たちと一緒にやり合っていいとか、しておられたんでしょうけれど、でもこれ読むといきなりやっぱあれなんですよね、東京出てきて勉強してるんですよね。で、勉強して建築の勉強をして、で、なんていうかな、まあやっぱり時代ですよね、いろんな仕事を転々として喧嘩しながら、いろんな仕事をしていろんな人に使われて、人の使い方を覚えて、で自分でね、建築勉強して仕事して、で自分の会社作って人使ってっていうね、勉強してる、全然小卒じゃねえじゃんぐらいの感じで勉強してる人でしたね。まだまだ一巻なので続き楽しみなんですけど、やっぱりさっきその勉強してる人の使い方を知ってる、で、あとはやっぱ、そんな、
この人がなんかほら、道路通したとか、新潟にどうしたらって言うけれど、まあ、それは建築の方に傾くよねっていう話ですよね。バックボーンがそうなんだからっていう話で。うん。なので、読みながら思ったのはそういう面と、あとは、うん、今の政治家に足りないって言ったらね、今の政治家さんに申し訳ないですけど、IT 系のバックボーンない人はないなっていう感じがしますね。うん。この前ね、なんかアニオタがこう、表現の自由を、まあ、もう、なんか、守るというか、まあ、それにね、ポイントを置いている政治家を送り出したってのありますけど、こういうのを読むと、今度はやっぱりこう、IT 系の人をね、送り込んでいかないといけないなっていう気はしてきますね。まあ、ホリエモン送り込むかどうかは別の話ですけどね。うん。でもまあ、時代はクラウド、サーバーじゃなくクラウドなんですよって言われるとなんかうんっていう感じもしますしね。でもやっぱり、この時代はそういう人をうまく送り込んで、できていったのかなっていう気が、しますね。時代とかね。やっぱその人たちの背景だとかバックボーンとか、もっといろんなのがたくさんあるんでしょうけどね。私なんか小僧がわかるレベルではないとは思うんですけど。でもまあ、漫画としても、でまあ、時代はね、どんなんだったのかっていう知るきっかけの一つとしても、なかなか面白い漫画だったので、ぜひぜひ読んでみてください。大和田秀樹先生の、各栄に花束をっていうことね。まあ、まだね、なんで政治家を目指し出したかの話は出てないですけど、まあ、おおよそかなっていう感じはしていきましたね。時代をすごく感じましたね。うん。それでは、バイバイ。